からはアフレコでお伝えします。この部屋は5階建ての一番上の部屋になります。結婚記念日ということでスイートルームを取ってくれたそうです。嬉しい。その中でも安いお部屋にはなるんですが、すごく綺麗なお部屋でした。またいつかもっと素敵なところも泊まれたらいいねなんていう話もして盛り上がっておりました。シングルベッド2つだったので198センチの旦那さんにもすごく余裕がありそうな感じでした。収納スペースもたくさんあって4日間すごく快適に過ごせました。これは私のこだわりなんですけれども、ホテルに着くとすぐ荷物、洋服を出したくなってしまいます。アイロンがあるホテルはアイロン掛けもしてしまう時があります。家では全くそんなことないんですけれども、ホテルに着くとなんかそんな気分になってしまって、でもここのホテルはアイロンがなかったので、今回 DM で買ったこちらのスプレーを使って少しシワを伸ばしたりとかしていました。椅子や机がアンティーク調ですごく可愛いです。そしてこちらはトイレとシャワーです。動画を見てお分かりいただけるように、トイレもシャワーもすごく綺麗で快適でした。今からこの日のコーディネートを紹介したいなと思います。まだ3月の後半ですけど、ドイツはアプリルウェッターで急に雨が降ったり急に寒くなったりしております。なのでいつ雨が降っても大丈夫なように GU のウルトラストレッチボリュームソールショートブーツとカルツェドニアのレザー風レギンスを着ております。カルツェドニアのレギンスはドイツで買ったものになるんですが、実は子供サイズのレギンスを着ております。もちろん大人サイズのレギンスも試したんですが、お店の人曰く私の足の長さだと子供サイズの方がいいみたいです。着た感じもそっちの方が良かったです。そして上は勇気橋本の 2021SS バックジップデザインストラップ長袖シャツを着ております。旦那さんとも兼用で着れるようにしたので、サイズは一番大きいものになっております。この日の自分はアクセサリー5つ目が好きだったようです。この日はオランダのブランドスコッチ&ソーダのブラウスを着てみました。カラフルな柄や刺繍がこのブランドの特徴だと思います。メンズもあるので旦那さんともたまに見に行ったりしております。特に男性のデニムはサイズが豊富なので足の長い方もぴったりのものを見つけられることが多いです。私の旦那さんはズボンを買うとか靴を買うっていうのがすごく難しいんですけれども、スコッチ&ソーダでズボンを買うようになってからズボンを買う時のストレスっていうのが少し減ったかなと思います。そして私が履いているのがユニクロのリップドウルトラストレッチジーンズグレーの色になります。丈が切りっぱなしになっているので、よくヨーロッパの女の子たちがやっているブーツの高さに合わせて丈を切るっていう感じで履いております。この日は久しぶりに2人でデートだったので、ちょっと多めにお化粧をしていこうと思います。濃くお化粧をしても可愛いねって言ってくれるいいやつなので仲良くしていきたいです。
メントがたくさんあるシュヴェアビッシュハルの街の中を散歩した後はクンストハーレ・ウルトというところに行きました。ウルトというのはドイツに本社を置く世界的な部品メーカーです。現会長プロフェッサードクター・ブルトさんが趣味でご自身の美術館をお持ちでいらっしゃいます。この方本当にすごくて、ご自身のフルートフィルハーモニカオーケストラもお持ちでございます。コンサートもほぼ毎週のように行われていて、6月にはバーデンバーデンで演奏されるそうです。そしてシュヴェアビッシュハルの街を歩いていましたら、とても素敵な革のお店を発見しました。そこで一つ、カーボーイハットを買っていただきました。ドイツ人のおじいちゃんがお一人で経営をされております。もう亡くなってしまった奥様は、スペイン人の方だったらしく、国際結婚をしている私たちが気になったようで思い出話をたくさん教えてくれました。すっごい優しい方でいいお話を聞けたなと思っております。創業1800年のメイサーはドイツの老舗帽子メーカーです。最近帽子が好きで、よくウィンドウショッピングでも必ずと言っていいほど帽子屋さんを見るんですけれども、いい帽子屋さんにはだいたいこのメイサー置いてあります。伝統的なデザインのものから最近流行っているような帽子のデザインもたくさんあるので、ぜひ皆さんもサイト等ご覧ください。この日はドイツ料理を食べに来ました。夜ご飯食べたレストランです。私も旦那さんもツビーベルローストブラーテンを頼みました。今教会への階段を頑張って登っています。あれ何段あるんだろう。夜だからちゃんと映るかわからないけど、教会の入り口から見たアートハウス。綺麗。これは綺麗すぎる。3日目はシュヴェアビッシュハルにある室内プールに遊びに行きます。この日は日曜日でしたが、ちゃんと空いていました。ただ空く時間とか空く曜日とか必ず行かれる前に確認された方がいいと思います。そしてこの施設にはプールだけではなく、サウナや塩の洞窟、あとはマッサージを受けれるところもあります。私たちは45分間ぐらい塩の洞窟でリラックスしてから、プールでだいたい1時間半ぐらい泳ぎました。塩の洞窟がどういうものかというと、天井や壁、床にも塩が敷き詰められています。塩の洞窟に入るとどういう効果があるのかというと、塩とそれに付随するミネラル、ヨウ素、カリシウム、マグネシウムなどを吸うと、慢性呼吸器感染症やアレルギー、そして全身リラックスや免疫力強化につながるそうです。3月後半、この時ちょうど花粉症がひどい時期でしたので、45分間この塩洞窟に入って、この日1日だいぶ呼吸が楽になりました。もちろん次の日も結構良かったです。プールで遊んだ後は、今回の旅行の目的と言ってもいい結婚記念日の写真を撮りました。特にカメラマンはいなかったので自分たちで撮影しました。この日もレストランに行くことになったので、ハールフーバーのセットアップを着て行こうと思います。ハールフーバーは1977年にドイツのミュンヘンで設立されました。写真撮影用につけたつけまつげ、夫には怖いと言われ、レストランに行くときは撮ってと言われたのですが、もうめんどくさいのでこのまま行きます。ガーリックトーストではなくバンズで作っています。これ本当に美味しかったです。2日連続お肉ですが、たくさん歩いてたくさん泳いだので、お許しいただけると嬉しいです。
桜カクテルは氷はバラの形ですが、ちゃんと桜の味がします。ここのお店もすっごく美味しかったですし、何より店員さんたちがみんな優しくて、とっても素敵な時間を過ごせました。